回の動画は日本周遊旅のまとめ動画となります。まずはサクッと旅のルートを紹介し、次に航空券の料金などの紹介、最後に Vlog の流れになります。早速旅のルートからご紹介していきます。まずルートの説明ですが、東京羽田空港から出発し、函館、大阪、出雲、鳥取、福岡、那覇、石垣、最後に羽田に戻ってくるルートで、全部で10泊のスケジュールです。続いて航空券の詳細ですが、チケットは JAL と ANA から合計で7枚取得しました。 LCC の方が安いのではという問題なのですが、今回スケジュールを滞りなく遂行するために極力遅延をなくしたいという思いと、できる限りチケットをまとめて管理したかったため、今回はすべて JAL と ANA で取得しています。さらに3ヶ月前に予約したこともあって、 LCC とほぼ変わらない料金でゲットすることができました。ではまず羽田から函館への航空券ですが、4月29日祝日の月曜日、ゴールデンウィーク真っ只中のチケットのため、このチケットがこの旅の中では一番高額で、 ANA553便、東京函館で 22,570円にて購入しました。続いて翌日4月30日に函館から大阪伊丹空港へ移動します。こちらは ANA746便で1人 17,170円にて購入しました。続いて5月2日木曜日、大阪伊丹空港から出雲空港へ移動していきます。こちらは JAL 2355便にて1人 11,120円にて購入いたしました。続いて5月3日金曜日、出雲空港から福岡空港へ移動していきます。こちらは JAL 3554便にて1人 12,760円にて購入しました。続いて5月4日土曜日、福岡空港から沖縄那覇空港へ移動していきます。こちらは JTA061便にて1人 15,090円にて購入いたしました。続いて沖縄那覇空港から石垣空港へ移動していきます。ここからは大型連休が終了しているのですが、この区間の料金があまりにも安かったので2日間休暇を延長することにしました。こちらが ANA1767便で1人 5,960円にて購入しています。最後に5月8日水曜日、石垣空港から東京羽田空港へ帰ってくる便になります。こちらは ANA092便で1人 14,900円にて購入いたしました。今回取得した航空券の合計は 99,570円となりました。3ヶ月前という早い段階から予約することで、ゴールデンウィークの割には抑えられたかなと思います。まあそもそもゴールデンウィークなんかに行かなくてもという話なんですが、このタイミングでないと夫と休暇を合わせられなかったりしたために、体力のあるうちに思い切って行動した結果、このような日程と航空券料金になっています。さてここからは Vlog にて日本周遊旅の様子をお届けいたします。今回は旅行前から旅行気分を味わってみようと思い、羽田空港にある羽田エクセルホテル東急に宿泊しました。今回予約したお部屋は窓から滑走路が見えるお部屋となります。
夕食はハブで取ることにしました。せっかくなので IPA の1パイントのサイズを注文しました。量はだいたい 500ml ぐらいだと思います。チェックアウトをしたら、ここから日本周遊旅のスタートです。さて、ここからは函館へ向かっていきます。4月29日月曜日、羽田空港から函館空港へ9時45分 ANA553 便にて出発いたします。座席は395席、ゴールデンウィーク中なのでさすがに満席でした。料金は少し高めで1人22,570円で購入しております。フライト時間は約1時間、あっという間に到着いたしました。函館は4月に公開された名探偵コナンの映画のロケ地でもあるため、早速コナンくんがお出迎えしてくれました。函館はコンパクトな街なので、レンタカーを借りなくても十分移動できます。今回は早速行きたい目的地があるため、タクシーで向かいます。目的地はこちらで、超うまい回転寿司屋のカンタロウの本店です。以前にも来たことがあるんですが、こちらの回転寿司屋は海の横にあってめちゃくちゃ新鮮なお寿司が食べられてめちゃくちゃお得なので、今回も迷わずこちらに来店しました。観光客向けというよりは地元の方々が楽しまれている印象のお店です。今回特に美味しかったのが、お店がおすすめしていた縁側です。とろっとろでこんなに美味しい縁側初めて食べました。本当におすすめなお店です。幸せなお寿司タイムを終えたらホテルへ移動します。ホテルでは一旦荷物だけを貸してもらい、街ブラに出ます。歩いて訪れたのが、まずはベイエリアです。ここでは函館で有名なハンバーガーレストランのラッキーピエロや、おしゃれなスタバがあったり、雑貨屋さん、レストラン、お土産屋さんなど、たくさんのお店が並んでいます。
今回はゴールデンウィークで訪れていますが、かなり空いている印象でした。今の函館はコナンの映画ともコラボしまくっています。ベイエリア散策後は次の目的地へ向かいます。次に訪れたのが旧函館区公会堂です。1910年に建てられた住民の集会所であり、国指定の重要文化財となっています。現在ではコナンのスタンプラリーを開催していました。ハセストは手作りの焼き鳥弁当が有名なお店です。店内では焼き鳥弁当待ちの方が大勢いらっしゃいました。この後はホテルへ戻ります。今回宿泊するのは東急ステイ函館朝市あかりの湯です。ホテルを選んだ理由は3つあります。1つ目が部屋に乾燥機付き洗濯機が置いてあること、2つ目が市街地なのに客室露天風呂が楽しめる部屋があること、3つ目がホテルの目の前が朝市だということです。予約したお部屋はラグジュアリーツイン半露天風呂付きのお部屋です。温泉でゆっくりした後は予約していた居酒屋へやってまいりました。一杯目はやっぱり札幌クラシックです。居酒屋を楽しんだ後は本日最後の目的地へ向かいます。20時函館山ロープウェイ乗り場にやってきました。日没から1時間ほどが一番ピークを迎えるため、あえてこの時間にやってきました。予想通り混雑が収まってきたタイミングで登ることができそうです。
22時までロープウェイは運行しているため、20時から22時ぐらいの時間帯を狙うのがおすすめです。ホテルへの帰り道は北海道のコンビニセイコーマートへ寄り道しました。朝食は生ウニのせ海鮮丼にしました。めっちゃくちゃ美味しかったです。11時30分函館空港行きのバスに乗車します。五稜郭や湯の川温泉などの観光地は前回2泊3日で来た際に堪能しているので、今回は省略しています。概要欄にその時の動画を載せていますので、ぜひ見てみてください。函館は26時間の滞在でしたが、美味しすぎる海鮮、ビール、温泉、夜景、コナンと大満足な時間でした。そして日本周遊旅、次の目的地は大阪です。4月30日火曜日、函館空港から大阪伊丹空港へ ANA746 便にて出発しています。空港からはモノレールで移動します。
次の目的地は出雲です。ここからは大阪伊丹空港から出雲空港へ移動していきます。景色をよく見ていると赤茶色の瓦屋根をよく見かけるのですが、これは石州瓦と呼ばれるもので、日本第2位の生産力を誇る島根県の伝統産業だそうです。16時半、ドーミーイン出雲に到着しました。一度泊まってみたかった人気のホテルなので、とっても楽しみです。ホテルに荷物を置いて出雲市駅へやってきました。ここからはバスで出雲大社へ向かいます。17時、出雲大社へ到着しました。一般的に神無月と呼ばれる10月は全国の神様が出雲大社へ集まるため、出雲だけ10月は神在月と呼ばれるそうです。帰りは地元の電車に乗ってみたいので電車で帰ります。
5月3日は車で鳥取へ向かっていきます。ここから約2時間かけて鳥取県の北栄町へ向かっていきます。無事11時半に到着しました。事前にチケットを購入していたこともあって、ゴールデンウィークですごく混んでいたんですが、スムーズに入場することができました。ちょうど行った次の日がコナン君の誕生日だったということで、入場券がハッピーバースデーのキラキラ仕様でめちゃくちゃ嬉しかったです。ふるさと館の中はコナン好きにはたまらない内容になっていました。北栄町は青山豪商ふるさと館の他に湖南駅だったり米花商店街だったり見どころがたくさんあって、湖南好きにはもちろんたまらないんですが、湖南をそんなに知らない方でも楽しめるような街になっています。コナンの街を散策した後は地元のスーパーへ少し寄り道してみます。鳥取での目的はコナン一択だったので、夜のフライトに向けて出雲空港へ帰っていきます。この後のスケジュールですが、19時20分に出雲空港を出発して福岡に向かっていきます。鳥取の時間はわずかだったんですが、行きたいところはしっかりと抑えることができたので満足しています。出雲空港のレストランでしっかりご飯を食べた後は、5月3日19時20分発の JAL 3554便の福岡行きのプロペラ機に乗って移動していきます。まさかの通常人が入っていいのかわからないような場所を歩いて乗ることになりました。初めてのプロペラ機でこんなに小さい飛行機に乗るのは初めてだったので、すごくワクワクしています。ここからは JAL 3554便にて福岡空港まで移動していきます。電車の1車両分ぐらいのサイズのプロペラ機で移動していきます。夜のフライトなので夜景を楽しみながら移動していきます。空港からは地下鉄で中洲川端駅まで移動していきます。博多での滞在時間は翌日の3時までとなっていて、かなり短めなんですが、これまでの旅の疲れの癒しとこれから続く旅の体力温存のためにしっかりホテルで休養したいと思います。
次の目的地は那覇なので先に荷物を預けていきます。5月4日土曜日、福岡空港から沖縄那覇空港へ移動していきます。JTA-061 便。以前沖縄に来た時に車で回れる観光地は満喫したので、今回は車なしで電車で移動していきたいと思います。沖縄で宿泊するホテルは東急ステイ沖縄那覇になります。函館でも利用した東急ステイなんですが、部屋に乾燥機付きの洗濯機がついているので、こういった長期の旅行にはかなり助かるお部屋になるので、こちらのホテルにしました。ホテルから歩いて7分のところにあるめちゃくちゃ口コミの良かった居酒屋に予約してやってきました。場所的にも国際通りから離れているので、ザ観光客向けっていう感じのお店じゃないのがいいなと思いました。翌朝、ユイレールで国際通りの方向へ向かっていきます。この日は一日電動自転車で沖縄を巡っていきます。
しようかな。翌朝、那覇空港へ向かっていきます。今回ゴールデンウィークは5月8日まで撮っていますので、この先さらに石垣島へ向かっていきます。5月6日月曜日、 ANA1767 便にて沖縄から石垣島へ向かっていきます。一人5960円という価格でちょっと安かったので、思い切って石垣島まで足を伸ばしてみることにしました。石垣島空港からホテルへ向かっていきます。ANA インターコンチネンタル石垣リゾートに宿泊します。Thank you.
。